M62 は、ヘビ使い座にある、球状星団球状星団としては、扁平率が高く、金星が取れていない。これは、天の川銀河の中心部から6100光年と近くにあるため、その超積力が影響を及ぼしていると考えられている。中心への星の密集度が高く、M15 や M30、M70 のように、これまでに、 星団の中心核が崩壊を起こしていた可能性がある。2003年の X 線、天文衛星チャンドラ X 線観測衛星の観測では、中心部で多数の X 線連星が発見された。これらの X 線連星は、球状星団の構成が接近、衝突する現象で生じると考えられており、M62 では、そのような現象が頻繁に起きているものと想定される。 双眼鏡では、周りが急に薄くなっており、水星のように見える。サソリ座の M80 と同じくらいである。後傾 20cm の望遠鏡でも見え方は、あまり良くならない。後傾 30cm の望遠鏡では、ほの星が、ボール状に集まっている様子は観測できるものの、中心部は星に分離できない。後傾 40cm の望遠鏡の勾配率で、 中心部も星に分解できる。1771年6月7日にシャルルメシエが発見したが、位置の測定は1779年6月4日になされたため、カタログにはその日付で記載されている。メシエは非常に綺麗な星雲で、やや彗星に似る。中心部はよく輝く、かすかな光の取り囲まれていると記している。 他のメシエ天体の球状星団と同様に、ウィリアム・ハーシェルによって初めて星の集まりとして分解して観測された。ハーシェルは星に分解される M3 のミニチュアだと記している。ウィリアム・ヘンリー・スミスは大きく綺麗な分解可能な成分。中心部が輝く。ほの星は中心部で急に輝くとした。1847年には、ジョン・ハーシェルによって、 扁平率が高いことが記録されている。ありがとうございます。